州クイーイットマン出身の元バスケットボール選手。NBA のデンバーナゲッツ、フェニックスサンズ、ニューヨークニックス、デトロイトピストンズ、サンアントニオスパーズに所属していた。身長206センチメートル、体重111キログラム。ポジションは PF。1995年の NBA ドラフトでアラバマ大学からロサンゼルスクリッパーズに全体2位で指名された後、 そのまま、デンバーナゲッツへ、トレードされた。爆発的な身体能力を活かして1997年、フェニックスサンズへ、トレードされたが、1年で FA となり、ナゲッツへ戻った。2000年に、シュドニーオリンピックアメリカ代表に選出。金メダル獲得チームの一員となった。2000から01シーズンには20.8得点、12.1リバウンドの数字を残し、 オールスターにも選出されるなどまさにキャリアの絶頂であった。しかし翌シーズン2001から02シーズン初めに膝に重傷を負い、1年間を棒に振ることになる。これ以降怪我がちになり、何度も手術を経験している。この時期にマーカス・キャンビーとのトレードのためニューヨークニックスへ移籍することになる。この時点ではすでに膝はボロボロの状態で彼の特徴である。 爆発的な跳躍力は影を潜めていった。しかし、それでも治療を繰り返し、2004年のオフシーズンにデトロイトピストンズへ移籍。ピストンズではシックスマンとして重要な働きを担う。2007から08シーズンには再び先発フォワードとして78試合に出場した。二千八零九シーズン直後、アレン・アイバーソンとのトレードでチャンシー・ビラップスらと共に、 デンバーナゲッツへ移籍が決まる。しかし、マクダイスは2年ほど前から常々、ピストンズを出てまで現役を続けようとは思わない。とコメントをしていた。その後、ナゲッツとのバイアウトが成立し、ピストンズに復帰した。2008から09シーズン後、サンアントニオスパーズに移籍し、2シーズンプレイし2010から11シーズン後に引退した。キャリア前期は、 高い跳躍力とパワーを生かした豪快なダンクシュートとブロックショットおよびリバウンドが特徴であった。膝を痛めるまでは垂直飛びで 120cm イコール47インチを誇っていた。2001から02シーズンに膝を痛めて以降はその身体能力はなりを潜めるようになり、スタッツも軒並み低下。それでもペリメーター付近のジャンプシュートとリバウンド。 優れた技術と戦術眼を持つチームに貢献するベテランとして重宝された。ありがとうございます。